観光時代のデオ600系軽福電機鉄道で、オ600系電車は、軽福電機鉄道が1979年から1980年にかけて、デナ500系の下回りを流用して申請した電車である。車両記号のデオとは、デが電動車を、オが車体の大きさをそれぞれ意味する。メーカーは、向川車両工業。デナ500型では、装備されていなかった。 発電制度の取り付けも行われ、2軒、茶屋駅より、先の急勾配路線に入線できるようになった。デオ300系の経験から車体長15.0メートル、全長15.7メートルに抑えられ、以後の営電車両の標準となった。車体はデオ300系類似であるがより角張ったものとなり、前面は3枚窓間通径、側面窓配置は DD、DD5D5DD である。 正面貫通扉上に2つ並んだ小型のヘッドライトと屋根上に並んだグローブ型ベンチレーターが特徴である。終電装置は当初よりパンタグラフである。連結器はそれまでの車両の自動連結器から密着自動連結器に変更され、その後の全営業車に普及している。台車は抱き合わせ型ブレーキのものが選ばれておりその関係から601から604は、 元半身881系の夕方イコライザーの台車605.606は元半身831系の弓型イコライザーの台車を履いている。塗色はデオ200系登場以降の慶福京都本社時代の標準色であったクリームと緑のツートンカラーで2008年11月の運用離脱までその塗色は変更されなかった。そのため軽福より 映山線系統を承継した映山電鉄における、京福京都本社標準職を残した最後の旅客車両であった。大型化されたこともあり、当初は主に炭鉱で使用されたが、700系統上以降は、番号順の2両編成で使用されるようになった。なお、その後も炭鉱での使用も考慮されており、1989年の ATS 取り付けは全社に実施され、運用離脱まで、 各社の単独営業運転が可能であった。改造により冷房装置を搭載するよりも、新車導入が有利とされ、比較的若い車例にもかかわらず、デオ900系に置き換えられる形で廃車が進み、603プラス604の2両のみが残存した。しかし冷房装置がないため定期運用につく機会も減っていたことから2004年1月13日の原則。 全列車ワンマン運行課に際してもワンマン機器は搭載されず、イベント列車などで使われる以外は、予備車の中の予備車的存在となり、1年の、うちほとんどの期間は修学院車庫に留置されたままとなっていた。2008年10月中は800系電車のデオ815、デオ816、ギャラリートレイン、コモレビの車内を使って、さよなら600。 緑の電車フォトギャラリーと題して、歴代車両写真を展示し、さよなら運転当日はそれらの写真はさよなら、電車内に写された。さよなら運転では久々に営業列車に、方向板の取り付けが行われた。一本だけ運転された二軒茶屋発宝ヶ池行きは、放置の方向板が一つしか現存していなかった。ためか、倉間方の方向板は、ンが掲出された。 ワンマン機器が取り付けられていない、統計式の営業運転にあたっては、ワンマン運転以前のように車掌による、車内乗車券の販売が行われた。スルッと関西のカードリーダーが設置されていない、統計式の運転にあたって、出町柳駅での案内や乗降口の張り紙により、スルッと関西カードの利用は、控えるよう呼びかけていたが、それでも乗車してしまった乗客に対応するため、 予備のカードリーダーが604の連結側の運転席に仮設置された。2008年11月1日のさよなら600ラストランと題するさよなら運転をもって運用を離脱した。最後の出町流2軒茶屋往復運用及び最終運転の出町柳発修学院行きにはさよならデオ600系の装飾が車両の前後に施された。 その後は修学院車庫で旧車のサボを出して留置されたが、翌年には廃車解体された。これにより、永山電鉄からは休憩福時代からの旅客営業車両は消滅し、事業用のデト線型を除いてカルダン駆動車に統一された。ありがとうございます。